より痩せる効果を高めるアイドル水のアレンジバージョンをランキング形式で第3位から1位まであなたにお伝えしていきます。それでは早速本題に入ってまいりましょう。それでは今からベースのアイドル水の材料と基本の作り方、そしてその痩せる効果をお伝えした後に、さらに痩せる効果を高めるという、アイドル水のアレンジバージョンをお伝えしていきますね。まず基本の材料です。天然水 500ml、 そして緑茶パックが1袋、3レモン果汁が大さじ1、4蜂蜜大さじ2分の1なんですね。以上の材料を、保存容器に入れて、作るわけなんですけれども、今のこの、冬の季節は特にこの状態は、冷蔵庫などで冷やしたものではなくって、ホットで温かいバージョンとしてお飲みいただくとさらに効果が上がりますのでおすすめなんですね。でそしてこの、アイドル水の材料が痩せる効果がそれぞれありますから、今からお伝えしていきます。まずベースのこの緑茶なんですけれども、脂肪燃焼効果があります。これはその緑茶にあるポリフェノールの作用で、代謝が上がるからなんですね。でまた血糖値を、抑えてくれたり、プラスコーヒーに比べるとカフェインが、少なめなので、お体の負担も少ないですよということがあるんですね。でそして次です、レモン果汁、レモンの痩せる効果なんですけれども、こちらはですね、ビタミン C がもちろん豊富であることとか、カリウムが含まれているので、ここでデトックスできるので、もうすっきりと体がですね、老廃物を出せる力があるということなんです。でまた皮には食物繊維やフィトケミカルがありまして、ここにその中性脂肪の吸収を抑えてくれる効果がレモンにはあるんですね。なのでアイドル水の材料に、レモンが入っているわけです。そして、よくベースの基本のですね、材料にこの甘みを白砂糖というバージョンもあるらしいんですけれども、私はお勧めいたしません。なぜかというと、白砂糖はあなたの腸内環境を汚してしまうから、結果ですね、デブ菌と呼ばれるその悪玉菌のも大好物が白砂糖になってしまうんですね。結果太ってしまうわけです。なので私はこういった砂糖の代わりに蜂蜜をお勧めしています。その理由は、とにかくビタミンとミネラルがもとっても豊富に蜂蜜って入ってるんですね。でここの蜂蜜も、レモンも緑茶もそうなんですけれども、なるべくですね、無添加の農薬とかが使っていないような良質のものを使ってください。たまに蜂蜜なんかも砂糖がですね、添加されていたり、人工甘味料が入っていたりする場合もあるので、しっかりと原材料名を見て確認してから購入してみてくださいね。ちょっと続きです。でアミノ酸が入っていることで脂肪燃焼効果が蜂蜜にはあります。でまたビフィズス菌が取れたりとか、ポリフェノールがあることで、活性酸素も除去できるという、健康にも良い、イコール健康体であれば痩せる早道になりますから、もうまずは白砂糖の代わりに蜂蜜を使ってくださいねということでお伝えしているんですね。さあここで今からそのアレンジバージョンなんですね。私がこのアイドル水をお伝えした時に、中には先生この緑茶がね苦手なんですよねっておっしゃる方がいらっしゃったり、そのカフェインは控えてるんですとか、いろんなご事情がある方もいらっしゃるんですよね。なので今からランキング形式であなたに合ったそのさらにより効果を高めるアイドル水の、トップ3位から1位までお伝えしてまいりたいと思います。ではランキングの第3位はこちらです。小豆茶になります。で特におすすめの方はですね、女性の方です。で女性の方でも特にそのもう30代を超えていらっしゃるような、だんだんと女性ホルモン、エストロゲンとかですね、そういったのが年齢とともに減少していくのを補ってくれるお茶がこの小豆茶なんですね。で小豆茶の効能は、まずノンカフェインであること、女性にとっても優しいお茶です。また脂肪の蓄積を抑えてくれるサポニンという成分が小豆にはいっぱい入ってますから、その女性ホルモンが減少することで、こういった脂肪の蓄積がですね、うまくいかなくなってきたところに、この小豆茶の効果を使って脂肪の蓄積をこう抑えてくれる効果を味方につけるということなんですね。でまたしかもね、コレステロールも
を抑えてくれる効果が小豆茶にはあります。でプラスむくみでお困りの方、もうむくんでつらいわっていう方、もう夕方こう台所にね立つのはきついとか、そういった方はこのむくみ改善にもなります。なぜかというとカリウムが豊富だからなんですね。なのでぜひ、女性の方で例えば30代を過ぎていらっしゃって、年々女性ホルモン その分泌がこう減少してしまう方には、アイドル水のこの緑茶のところを小豆茶に置き換えてアレンジされるだけで、さらにあなたに合った痩せるアイドル水を作ることができます。あとはレモン果汁と蜂蜜はそのまま入れても良いですし、小豆茶とレモンが合わないな、苦手だなっていう時は、まあ、レモン入れなくてもいいです。そのあたりはアレンジしてみてくださいね。ではどんどんランキング続けていきましょう。第2位はこちらです。ルイボスティーバージョンです。このルイボスティーはもうとにかくその脂肪を燃焼したい方で、また貧血が終わりの方にはもうおすすめなんです。なぜかというと脂肪燃焼効果がとても高くて、またその非ヘム鉄、まあ、要は植物性の鉄分も取れますから、貧血気味のあなたにはもうぴったり、ね、プラスそのデトックス効果もありますし、酵素が豊富ですから腸内の痩せ菌と呼ばれるその善玉菌をですね、やっぱり活性化してくれる効果もありますので、ぜひぜひその脂肪を溜め込みたくないとか、貧血気味だとかですね、デトックスしたいとか、もう老廃物が溜まってこうむくんでるとか、そういった方にはこのルイボスティーを緑茶に置き換えるだけでより痩せる効果が出ますのでおすすめです。でルイボスティーもちなみにノンカフェインですからおすすめですね。特に夜飲む時とか、まあ、カフェイン系取りたくないという方はルイボスティーおすすめで、プラスホットで召し上がってくださいね。ではいよいよ第1位はこちらです。基本のアイドル水に生姜をプラスすることなんですね。生姜緑茶です。でよく市販の、まあ、ティーパックに生姜緑茶と言って、もともとそのお茶の葉と生姜の粉末がこうセットでなっている便利なお茶がありますから、その生姜紅茶のティーパックをこの緑茶パックに置き換えると、生姜緑茶バージョンのアイドル水がまあできるんですが、そういったのがなかなかない場合は生姜のまあすりおろしを入れていただいたりとか、まあ、生姜チューブでもいいです。無添加のものであれば体がポカポカ温まって、もう代謝が上がって、もうどんどん痩せ効果がアップしますのでおすすめなんですね。で生姜というのはもうとにかくこうポイント、血糖値の急上昇を抑えてくれる効果がある、イコールあなたがその血糖値を急上昇するときにですね、脂肪を溜め込んでしまうんですね。その時に一番脂肪って蓄えてしまうわけですが、そこをまあ抑えてくれる効果があるので、普通のベースのアイドル水よりはプラス生姜を加えるともっといいわけです。でプラス、まあ、その脂肪燃焼効果ももともと生姜が持っていますし、もう何よりもやっぱりね、お体を温める効果がありますから、もうとにかくこの代謝がですね上がるんですよね。でまたそのことでこうデトックス効果もあります。で今ですね、本当に低体温の方が増えてます。もう数十年前よりも今の日本人の方々もとにかくすごく体温が低くなっているというデータがあるんですよね。もう36度ない方っていうのが男性の方も女性の方も増えてます。でそうしますと、もう一気に代謝も落ちますし、免疫力も落ちますし、もういいことないです。まあ、どんどん風邪をひいてしまったり、ウイルスにかかってしまったり、太ってしまうということになるんですよね。なのでとにかく、まあ、いろんな食事の力、お茶の力を借りて痩せるというのも大事なんですが、ベースはあなたの体温を上げることも大事なので、まあ、その点でもこの生姜を使ったアイドル水のアレンジバージョンはもうあなたね一押しのバージョンになりますので、もうぜひぜひベースのアイドル水に生姜をプラスアルファしてみてくださいね。今回はベースのアイドル水に加えてアレンジバージョンの痩せる効果おすすめのトップ3から1までお伝えしてまいりました。でこれだけがいいというわけではないです。実はやはりこうバランスが大事なので、今お伝えしたバージョンのアイドル水をこうバランスよくですね、まあ、日替わりでもいいですし、 2,3 日おきに1回変えてみるとかいうのも大事なんですよね。なぜかというと、やはり腸内細菌の種類をやっぱりいっぱいですね増やしてあげたり、いろんなものの効果
をまんべんなく取ることの方が大事なので、これしかダメっていうことではないんですよ。なのでいろんな味をあなたが美味しいな楽しいなって体の変化を楽しみながら、まずはもう継続的にコツコツ続けることが一番大切になってきますので、ぜひ楽しく取り組んでみてくださいね。さあ、いかがだったでしょうか。このチャンネルではこのようなさまざまな腸活法、ダイエット法、健康法をあなたにお伝えすることで、あなたが継続的にリバウンドすることなく健康的で綺麗に痩せるを応援しております。ぜひ高評価ボタンやチャンネル登録していただきまして、どんどんご参加くださいね。でまた私のこういったお話に対して、先生これはどうしたらいいですかというご質問は、詳細欄に LINE のリンク貼っておりますので、皆様そちらご登録後直接私にお尋ねされておりますので、ご来た時はおっしゃってくださいね。それでは最後までご視聴していただきましてありがとうございました。